なんかどうしても行きたいわけじゃない。バカ花なもんでよく変わりがわかんない。中村君はバカ時代だし、バカ花なもんで何もわかんない。これでもね、グルメよかった。グルメよかった。何食べても一緒だと思うんだよ。グルメよかった。暑い、暑い。日が当たってきたもんね。暑い、暑い。今の。本日は南部急行線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は普通電車伊豆急下田行きです。ご利用先は伊豆急行線に入りまして、伊豆急行の乗務員が担当いたします。あれは大橋駅に向かって、次は南伊豆、これもチーズボタン、南伊豆です。その後に下田まで移動して下田でご飯しよう。つまようじあるから、つまようじいらん。すごいよ、まあ、これうまいの。おい、ほらほら見たことか。つまようじ使ってたことか。これ使って、自分でやってこれでいいの。すごいね、安定の、うん、これ結構4つよ。モノブチョイルですよ、これはね、うん、あ、すっごい、そう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 、味噌が乗ってるよ。俺食べて失敗するの、熱いけどね。なんか熱いの出てきた。熱い、え、下からエアコン、エアコンじゃなくてヒーター、なんか熱いの出てきた。もう冷たいね、一口も余ってないの。何が？ここにあるよ。一口ちょっとだけ。私も3つ持ってる。使ってないやつ。結局。でも、歯間ブラシ2回使えるもんね。そうそうそう。だって入れるケースがあるじゃん。自分だけよ。自分だけよ。これだってちっちゃいの使ったやつ入ってるから、あったのも。ちょっと重い。やばいやばい。でも、ダメさんからもらってるの。動画のデータ買うから。なんでさ、ハイちゃんのさ、次は、先頭車両と最後部車両にございます展望室では危険防止のため、お立ちになりましてのご利用はありません。また運転席との仕切りがございませんので、走行中はお静かにお願いいたします。フラッシュを使用しての撮影もご遠慮ください。買わな、お客様にお願いいたします。電車内及びホームは車内での携帯電話は何かのためがするですね。車内に爆発物などの危険物を持ち込むことは禁止されており、危険物の持ち込みはおやめください。持ち主のわからない物事や迷惑行為等を見つけた場合には乗務員までお知らせください。協力をお願いいたします。これいいじゃん。なんだよ。これ、うまいって言われたんですよ。いや、ほんとそうだ、僕が。イカの味するじゃん。俺のイカじゃないわ、どっか。俺は違うわよ。ほら、一杯50円だか40円だかな。イカだってしょうがない。やけどするって言ってる。行く。
ルーだったらこんなの食ってる場合じゃないっていう。やっぱさ、言う通り福田電子バンバン来てるじゃん。あ、そう、福田電子アリーナと、マリー。まもなく、アラナです。お出口は左側です。福田電池か。まあ、なのでこれからずっとアメリカの方が硬いっていう話。来年1年間で勝負するだったら日本の方がいいかもしれない。もしかしたら分かったのかな。30%ぐらいなってる。私買った中で一番なってる30%は。あ、もうなの。わしアドビで 90% ぐらい。もうほぼ倍ぐらい。あのアドビってあれアクロバットリーダーって PDF なんてやつのが持ってるだけ。まああれだからね。お金が行くよ。まあロジャーススタジアムに限らんけどね。行くよ。まあ普通に考えりゃ航空会社いいって感じだからね。初島？え？初島なのかな？大島ではない。初島だよ、あれ。そう。あれ変わらん？何を2ヶ月で変わらんって言われる。あー、そう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 、カーナゴルフクラブ。プロも崩してんな。カーナゴルフクラブ。ここは起きてないといかんねんな、景色が。こっからはあれだね、本当に海ばっかりだよ、ね、あそこまで港に。
日休んどいて火曜日休みなんちゅうことありえんだろ。そうだな。忙しい時に休むのが一番いい。まもなく須藤です。We will soon make a brief stop at 須藤。お出口は左側です。これでちょっと快適になるかい。よいしょ。はい。玉信さんのその赤いやつまだ入ってる。入ってるけどもうあげないよこれ。だってね、そのまま口移る。これで飲んでるだからね。今。はい、関係ないだそんなの。そんなのはだって、そんなのね、酒に関しては関係ないでね。じゃあ、でも飛沫がすごいついてる。でもあのまだ奥さんのこれがある。どこ城ヶ崎？ふとか。もうそんな何でもなってきたわ。そうだね、やっぱあの上開けるとここに溜まってたあの暖気が逃げてるし。でもこれも美味しい。そうかよ。あまり意味するし。知らないもん。そんなのも。最初からあんた2両目取るっつってさ、なんで3両目取ってるよ。これ2両目だね。2号車。2号車。あれ？絶対1両目で分かるけど。1号車の展望室側とこっち側、こういう席と、あ、そう。走りゃ涼しくなるって言うんだ。走はこうやってね、こういうふうにやってね。次は城ヶ崎海岸。あ、ようやっと城ヶ崎海岸です。城ヶ崎、東城ヶ崎高校ない。あと2分ほどで到着いたします。ご利用客様は周りにお越しください。障害中。ここ城ヶ崎。山本さんにおいでの方は
から2班2年1971年生まれじゃん。今もう52じゃん。更年期障害中。城ヶ崎？横浜どこ？城ヶ崎。オイルですね。これもオイルゴミ的ゴミ袋。はいよ。これまだはしっかりしてる。これあれだね、日本酒のチェイサーとして使えるら。こいつなら。次は水大川、水大川、ネクステーション水大川、列車はこれより水大川、水大川、水大川の出発です。あ、ずいぶん涼しくなった感じがしました。あれ、あ、いや、はい、なんか全然涼しい。さっきやっぱあれ人が少なくなった。全部買ったやつなんだけど、割とあれだね、いいのがあるだよ、要するに。あれ何あれ？何？分かってる。多分宗教施設。知らん。適当なことばっかり言ってるんだよ。あれあそこ通るとたんびにさ、どういう人がいるのかこうやって見ながら通る。南区にあるね、あの。あそこの
のか太田社長のうちの近所にもうすぐにあるから、あ、ほら、いいや、あと50分ぐらいになって、こんな状況がバカしいよ、みんな経営だったから、もうみんな寄付しちゃってお金ないもんで経営だった、もう全部食っちゃうつもりで行きゃいいよ、うん、これどこ、これ北川、あれなんだ、あれや大室山ストーリーはカラスだろ、キーマンってやっぱり鳥を聞いてくると思わんかった、大室のカラス